はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドマサガ2リベンジオブザセブン、今回はルドー高原越えていくところから、やっていきます。宝箱もなんか5個くらい表示があったんだよな。回収はしていきたいんだけど、なんか鳥も強そうなのがいいな。ちょっと戦ってみるか。どういうあれなんだこれ。横一列はちょっともったいないな。麻痺耐性ありか。この気弾の光がな、ちょっと結構すぐ気になるんだけど、まあ一個ずつ弱点を探るところから始めていくか。呪文チキン、死ぬ。もう毎回新しくいいとこ行くとさ、瀕死になる。最初の戦闘で瀕死になるんだけど、麻痺だ。ちょっと弱点ではある。どうする、足絡めありだな。よし、スタンした気弾。そうか、あ、不動金縛りか。結局スタンをさしちゃったかな。ウィーク槍、ちょっと弓も行こう。少し火力不足になってきたな、弓が。まだまだ負けてはおりませんよ。金剛石の槍開発可能になったな。あれってかこれ開発した気がするんだけど、しかも普通にさ門番みたいなのがいいんじゃねえかよ。このサッと横に行って、こっちは無理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 、帰ろう帰ろうっていうか仕方しよう。ルートをまだ構築できてないからな。なんか下から回り来て来た、実験乱された。上に向かった精霊みたいなのがエアまだ見つかるな。ダメだ。で一旦トッツがいけるか。トッツが一人いけたな。どうしてやろうか。切り落とし使うか。こいつだな。これで終わりだ。スタン耐性持ってんのか。パンチ効くよ、こいつパンチやって。混乱した、最悪だ。いやめっちゃ寝てるし、デタラメやったな。死ぬってか寝てんのか。溜まってるから倒せるやつを倒していきたい。1600、これがいくぜ。やり覚えたい。なんか最後、ま、完全してろ。あ、耐性があるんだっけ。どうしてやろうか。巻き打ち、さっさと行こうぜ。きついな。ルドー高原越えるだけでさ動画一本終わっちゃうんじゃねえか。先制攻撃を仕掛けられるやつは仕掛けていかないと。ただの危険になるタオでしょ。だからルドン高原はもう結構使ってっていいと思うんだよね。ガンガンエアスクリーン、私の番だな。死ねつめてる。止めた。あいつ飛んでるわ、そもそも。やり、ここは私。ロック任せて。プラズマ忌憚で無駄ないと。我慢比べなら負けんぞ。さあ、そしてもうあとは元気にでしょう。帝国に勝利。600か、結構いい数値持ってんな。これ絶対さ進路じゃないよね。こっから見えんな、魔獣の爪。ネレードがいるところもちょっと確認しておきたいけどな。あっち宝箱1個見えんな。まあ、ルドン高原は正直いつでも来れるから、最悪まあ裏方で回収しとけばいいか。なんかレベル上げとかするときに。今はちょっと割と仕方で行こう。こいつも追いつかれそう。間違えた、ジャンプしようと思ったらジャンプできなかった。裏取りしよう。好き
だらけですぞ。てか普通にリザードマンが出てくる。さっきボスでいたやん。一段からの連携太陽だな。一体倒す。じゃあ集中する。私の番だな。あ、大カバがいるやんけ。光に弱そうだ。任せて。で、リンカーダン、まあ、PP の消耗からしてレベル1の方がいい時もあるからね。ちょっとどんどん南下していこう。ちょいちょいちょい引っかかった、あの岩に。クラッシュ。これプラズマスラストぴったりいけんじゃん。ガッパタ、みんなだ、風車。なるほどね。見えた。またなんかちょっと、あ、見たらけか。パンチもまたなんかあるんだけどな。タイヤだ。うむ。パンチ。どうだか。カバだから効かねえか。あ、聞いた。任せて。ちょっと魔法も上げていかないかな。決まりました。いい運動でしたわ。うわー、なんかいる。おびき寄せよ、こいつも。さあ来い、息突っ込んでこい。あ、来た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 。それを横にサッと避ける。なんかあっちの方宝箱あったけど、いや抜けよう。まずは、あ、先生佇んでいる。これ6個目か。多分5個ずつなんか入るね。なんか右に宝箱なかった。あ、でもこっちがあれか、アクアコじゃねえかよ。入るか、アクアコ。一応ね、ここにアクアコがあるんだっていうのが確認できた。なんか出てくるかな。あ、赤子一気に来れるか。ロケーション開放ってことは、なんか素材だけでも攻めて落ちてればいいんだけど、なんもない。ここなんもない。帰ろう。イベントが起きないと特にっていう感じだけど、まあまあまあ、ダグラスへ向かうがもう一生向かわないよね。いや、これ真ん中でちょっと逃げる。切ろう、安全を。油断大敵なんてね。で、弓どうなの。そこだ。あ、一人弱点だな。よしよしよし。で、モーターガン両方入るとはけど、あんまり効いてないな。どうしてやろうか。しかしもなんかあんま効かねえかな。そうだ。だな。来た。ほら、いいぞ。強い。覚悟は敵とか。あっち飛んでるからな。ちょっと準備しに行こう。最悪、めっちゃ混乱してるよ。これどうなる？あ、ナーファイボール。あは。まあ、敵にやってくれた分だけマシだな。逃げさせ。来た、火力めちゃくちゃ高いんだけど。あ、ロックガシャ効くわけないよ。それ効くわけないよ、コンボ。ウォーターガンと、ウォーターガンも効かないのか。殴った。私の番か。祈願、頼みの祈願。勝負あったな。なんか何かのアイテム手に入れてんの。ちょっといつも見過ごしてんな。最後族の村、よし、ようやく来た。みんなひもじい思いしてるよね。宝箱は見える。
あ、そっか、最後族の村からさらにあれだ、なんだっけ、最後族の住人と話す、生瀬してあの棍棒使いの人、ちょ一回休んでこう。ルドン高原で純鉄石とかいうのを手に入れた。モンスターの多い地域で採取できる希少な鉱石、鍛冶職人の金槌の素材。え、これ鍛冶職人のレベルが上がる、レベルっていうかなんかあんのかな。ちょっと戻ってみよう。これルドン高原まだ1個あんのか、だからここもう分からん。鍛冶屋さんに行こう。いろいろできたからね。金鉱石の槍でバックラーもできて、ダメラスーツもできて、次は何を開発しましょうか。え、なんか渡すのとかじゃないの。とりあえず開発できるのはもうないから、新しい装備の買いまたお待ちしております。どうすればいいんだ。別にどうもなさそうだな。まあじゃあちょっと装備を整えますか。じゃあ最後族の村を見て回りますか。先生があそこにいんな、ちょっとアイテムもそこそこある。まあ、先生やっちゃおう。7個目、あの金貨はなんだ。普通に金が増える、収入が増えるとかかな。だから先生も早めに見つけるの重要じゃないです。だったら交易っていうのができないと困る。モンスターがいる。村長と話す。こいつは、こいつが村長もしかして。見ての通り、こんな不毛の土地ではろくな作物はできん。我々は東にある鳥羽の町と交易をして生計を立てているんだ。だがこのところ鳥羽に通じる道の間にモンスターの巣窟ができてしまい、交易ができなくなってしまった。そのせいで子供たちにもひもじい思いをさせている。任せなさい。おお、本当ですか。あなた方がモンスターから交易ルートを取り返してくれたら、これ以上子供たちにひもじい思いをさせる必要もなくなります。モンスターの巣窟はここから東に進んだところです。どうかお願いします。東のダンジョン、これもう話す人たちはいないかな。ちょっとアイテム探しただけ、まあ、軽く行こう。軽くこんなところなのか。ひもじい思いをしてるやつらからマジパクってくからな。宝箱的には2つか。パパパッと見て、パパパッと見てダンジョン行きましょう。霊酒、酒とかだって大人たちのさ飲み物だろ。小さな角、よし回収したから行くか。じゃあいざ東のダンジョン。宝箱は4つあります。ナゼール、モンスターはいっぱいいるな。まあ確かにこれを奪還しない限りはいけないよ。どう考えてもいけないよ。俺たちでさえいけるかどうかわからんし。右側にくぼみがあるから降ってきたな。さっさと終わらせましょう。プラズマスラスト、私の番か。あ、そうだ、なんかあのナゼル高原やるのに難易度下げてたんだ。難易度下げるとマジ大事だ。俺たちしようだよ、本当に。十文字切りを入りそうだな。オッケー、ほんとパパパっていける。で、槍変えたから火力出るようになったな。ざっとこんなところかしら。まあ、とはいえちょっとそれは裏方なんで、カジュアルからオリジナル変えよう。
小さな角で技使っていけば、まあまあまあ今だいぶ強くなったからね、先手取れて、で連携もうまくやっていけば、2体は無理か、2体いけなかったらレベル1でいこう。北も絶対ゼラチナスパンダいけんだろう。ゼラチナスパンダ危険そうだからな、ちょっと連携でぶっ倒しとこう。ほら止めた、食らうダメージが全然違うね、むちゃくちゃ食らうから。いい運動でしたわ。左上に宝箱、左から攻め、あ待て、蛇が追っかけてきてる。ジャンプ。でここはお任せ、オーバードライブゲージだ。なりました。で B なんてめちゃくちゃ弱いじゃん。いいぞ、口こどんな弱いやつ、100とか罠だったな、こいつをおびき寄せるための罠だったな、あの蜂は。スライムもちょっと切れんな、油断快適なんてね。プラズマスラストでどうだ、よし、ウィーク取れんな。でウォーターまで、あ縦多分いけたなこれ。ここはもう普通に行こう、貯めておきたいな、貯めておきたいな。宇宙指やったー。斧とか全然使ってないからちょっと斧もな開発進みたいけど、あれはでもよし金14万、武装商船団をやんなきゃいけないかな。ヘビ、いやいや敵襲ですから。さてここはどうだろう、デタラメ持っていっちゃおう、一体倒して串刺しでいけんじゃん、いいね、強い強い強い。ギダン、ロマンクロベなら負けんじゅう、こんなガッ、もうだいぶなんか楽になった感はあんな。ざっとこんなところかしら。まあ割と BP を使っていけるようになったからね、回復のものもまあそこそこあるし、節約状態に入るとちょっときついんだよな。でこいつマジ弱えからな、あっち油断快適なんてね。とはいえそこ節約形態でいくか、でこいつぶん殴ると BP 回復するからな、そういう性質を持っている。アビリティなんだけどね。殴るか、俺が行くぜ。槍もだいぶ戦力になるからな、104から116くらい回復するからかなりでかい、一発分にはなるからね、魔法の魔法の戦力よ。さっさと行こうぜ。だめんどくせえなそもそも。で右と左に分かれてて、右に罠っぽいあれがあるけど大丈夫か、あいつなんで後ろ見てんだろう。ここもいけんじゃん、後ろ取ろう。ほらゼラチナスまた、こいつはもうマジでウォーターでナンパしたい。始めましょう、確実に決める。タラニアか、まあ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 、からの引きだ、もはやゼラチナスまたもう、まあまあまあ楽勝になってきたな。串刺し3体入る、2体くれ、はいはい、ってことは地裂も入るんじゃん。おいいねいいね、そんなさてと、あとはもうザコが1体持ってるだけだ。オーバードライブゲージために使わせてもらおう。よし勝負あったな。そしてゼラチナスも倒したから、あそこそこの技術点、これをどっちから回っていくか、まあ、右から普通に降りていってアイテムを回収して、左側にない、で右
から登れるか。あ、全然登れないわ。こう行くんだ。殴れんだったら殴ろう。チャンス。ここもちょっとプラズマスラッシュで。そこ。カメツ。二段でやって。おお。決まりました。腕鳴らしにもなりませんの。レベルもめちゃくちゃ上がってきてる。でねじれつつのディアブロス。さっさと終わらせましょう。プラズマスラスト1体か、後ろだと2体いけるな。そこお任せ。で溜まったから使おう。暴れますぞ。いいわね。コーク作るよ。串刺しがめちゃくちゃ光ってんな。脳天割りも光ってんな。眠り耐性こんな効くわこれ。効かないわ。完全立ち上がり。ざっとこんなところかしら。で小さな角どっちだ。こっち側くぼみになってっからなんかありそうっちゃありそう。めっちゃいるけどね。油断大敵だって。プラズマスラスト。ここは私が。オーターだ。私の番か。2ターンで倒せんだこれ。もはや体験覚悟はできたか。体験のが強いよね。この調子で進もう。ねじれた角2つで宝箱があって、魔獣の爪さん、これ本当に宝箱の数だからな。あの表示されるのって、こういう怒ってんのは表示されないし、ルドン高原にあったあの変な鉱石みたいなやつも別に宝箱扱いじゃなかったから。スカルロット、ちょっと待って。あ、記憶がある。読みに行こう。あ、これ上から行かなきゃダメ。で、ここからピョーンと行く。さあ、読みましょう。気持ち悪い。待て。よせ。深追いは危険だ。戻ってこい。何か来るぞ。今の戦力では手に負えぬ敵だ。俺が引き止める。行け。死にたくなければ戦え。王国兵団赤竜隊隊長ノエルだ。助けられた。感謝する。助太刀には入ったが、結果奴を倒したのはお前だ。となるとこの洞窟で最も手強いのはお前ということになる。俺の名はダンターグ。最強の戦士となるため
強敵を探し求め旅している。さてどちらが強いか勝負だ。受けて立つと言いたいところだが、もう指一本動かせない。そうか、ではいずれまた必ず。記憶4、これあれかな、別に場所は関係なく順番って感じかな。手に入れた順で1234っていう。さあじゃあ、あちょっと飛んでっかんな。いやもうダメだ、逃げきれん。あ振り切った。で宝箱はまさか1個あんのかよ。結局全部取れねえんだけど。ゼラチナスマタみたいなやつがいたな。この奥に何かある？いやなさそうだな。今のところ奥へ奥へ行って、もうボスかな。ちょっとセーブしよう。さあそれで、待って待って待って、嘘ありえるそんなこと。俺はシチー。いや無理ですよ、でっかダンターグだ。強いモンスターが多いこの地方で奴らを倒し、いやありえるんだけどさ、吸収して自らの力をアップしているのだ。ワグナスやらノエルやらは復讐を考えているようだが、そんなことは俺には関係ない。俺の生きがいは戦うこと、強いやつと戦うこと、より強いやつ、さらに強いやつと戦うこと。さあ帝国の者よ、俺を楽しませてくれよ。普通に戦闘になったんだけど最悪だ。わけが違うからな。まあ、第1形態っちゃ第1形態か。シチエユダンターク、さっさと終わらせましょう。いや終わらせらんねえよ。一応なんかひらめきが入ってるけどな。麻痺耐性あるよな、そりゃあるよな。コークスクリュー気弾ちょっとやろう。あウィークなってんな。でまあ、ビザルトここは効かない。いけ、ぶちかまし最悪。くわーまあまあまあぶちかましとか風車まで対応できんのかな。回復薬に欲しいね。そうすると串刺しが銃使うのか、巻き打ちでまあなんかちょっと覚えるの。いやもうそうしたらパリーだよ。なんかしかもやってきてるしな。注文時期とか443も回復するの終わってんのよ。でアースヒールでジェイさん大丈夫です。ありがとうよ。でも巻き打ちでいくしかないから、ちょっと待って待って待って、弱点取りたいよな。で俺はもうちょっと一回周期表で自分で勝ってる。もうパーリーするしかないよ。ラブしかやっぱり。ちょもうほぼ全回復されんやん。完全で300か。自分回復しての忌憚だな。じゃあ大です444と鬼なんだけど。どうしてやろうか。槍はどうなの。ちなみにあ槍弱点か。じゃあありだな。
ただ月光で蘇らせるコラです。189。期待です。あ、これ単語とかそういえば今更感めっちゃあるけど。脳天割り。これで一回。ちょっと待って、回復回復回復も重要だからな。出張で回復して。任せろ。ぶっちかましが来る前に、なんとかしたいけど。助かる。ハースヒールはちょっとニーバーちゃん。どうしてやろうか。攻撃も止まないとマジで無理だからな。そんな。よし回避。連携取る。フォーク切り。いややっちゃおう。1500。基本143。この地層なんとかしてえな。処理しないでね。助かります。でやっぱ連携を。繋げていくべきだな。ジェイソンから大丈夫です。助かる。仕掛ける気か。でぶちかましが来るなこれ。とはいえどこまでのジェイソンを食べておきたい。おーよしよ。あ、風車、風車しよう。いけるか、対応できるか。全然対応できませんでした。パーリーさてからの、もう本当に回復で終わっちゃうよ。アースヒールもちょっと自分にやって、でダイナマイトの被弾、あ、強地層って何？最悪、これあれか。土の地層になってんのか。痛い。これもう道具だな。呼吸傷薬で回復させよう。大丈夫か？ありがとう。700とかマジ終わってんだけど、ファイヤーボールで帰らんねえかな。ちょセルフバーに行く。ってことはもうダメだ、土はダメなんだ。ダイナマイトジャンプ回復しよう。うちのアタッカーだからな。さて熾烈はだからもう絶対ダメだ。威力16、威力20、ダメージのブレが大きいって。700とか。ファイアボールちょっとクソ変われ。槍、被弾、ガード、よし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 。生命の水にしよう。コンボはどうなの？なんかやる。作眼！おいちゃん！待って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 、なんかめっちゃ地層になってんだけど。風で帰らんないのか。逆地層でいかないとダメか。とかレベル2、物理防御下がってんな。それからの、来たぶちかましい。まあ、一応。回避はしてくれたな。バイソンでかい、それはでかい。溜めて結構お任せを。で水でダイナマイトはもうマジで攻撃に入りたいから、まだいけるか。バイソンもこれで一旦からの、でも連携できねえじゃねえかよ。こいつなぜかファイアーボール取れんな。串刺しってのこれ全然使ってないからね。一文字好き。もう強い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 。よしキックくらいだったらマジでなんとかなる。でもう使っちゃおう。少しでもこう溜める。1600だいけど、ここ私が頼む回復。大丈夫ですか。ありがとう。俺が行くぜ。からの
1文字13、700、脳天、脳天じゃねえ、作眼やればいい、よかったで、忌憚で、太陽光線ってどうなの、300、弱い。技動くな、シャッタースタッフありだな、ありだな、これでどうです解放しろ、シャッタースタッフ弱え、もうさ武器発見技が弱えんだよ、そもそもさ作眼ダメだ、あの地層が、地層マジで最悪に知ったな、なんか弱点取れねえかな、剣撃だって何も覚えないっしょ、これちょっと覚えんの確率低そうだからな、脳天で一文字、違う寝たのかあいつえマジ寝た、そんなんある、パイソン回復させて、助かる、寝るとかある、実際寝たんだけどさ、ウォータがレベル物理防御下げて一文字引き、これはあいつが来る前に倒したい、倒した、無視してはやるではないか、この間モンスターを吸収した俺の力、待て見せてやろう、落としのボンドはマジで？それは無理だよ、寝ろ、眠り耐性あるし954とか回復量が半端じゃないよ、これは続くないですか、やばい絶望しかない、ガチで絶望しかない、一文字付きもまあまあまあ入るかで、これ無理だな、あの絶対寝ないから、ぶちかましがいくつ食らう、くおー、一応全員残ったは残ったけど、立て直しにちょっと一旦使うな、で生命でちょっとダイナマイト火力役だから、こいつはでもう攻撃はしないとダメで、こいつもう攻撃だな、ちょっと連結使おう、始めるぞ、なんか作画みたいなことできるけど最悪だ、久しい回避、回避したでかい、ポラリス、お前を蘇らせる、私のバッグ、忌憚、2人攻撃だな、あっちなしかー、力を貯めてる、もう最悪だよなんやねん本当に、道具ねえし、パリーしてパリーできんの、どうしようかな、血を蘇らしてる、助かりますどうして、攻撃もしとかないとで、聞いた攻撃する、血裂か、耐えた、いや耐えたっていうか、どうなってんだよこれ、もはやみじん切る、もうみじん切ろう、攻撃やるのみだ、この954の回復が最悪なんだよな、これも高級傷薬で、すまないで、生命の水で、まあ、ビーバーちゃんもいるか、セルフバーニングが全く機能してないな、タリアも絶対攻撃、ノーテン割りがめちゃくちゃなんかひらめき率上がってんだけど、どういうこと、頼む、なんかひらめき、よし骨砕け、腕力下がった、どうだ、よし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 、まあまあまあ一人だったらねまだなんとかなるんだよ、無理しないでね、これでまあまあまあ傷口がなくなって、ちょっとジェイスンだな、で忌憚、もう一回溜まってほしい、こいつ取れないか弱点、
だったら腕力低下させよう。骨砕き、よし腕力低下、地熱撃、抜きた、死んだけど、どうする、これ攻撃転ずるか、ちょっとはめよう、ボンで気弾ぶちかまし、超ぶちかまし、終わったわ、うお一発だ飛んだ期待外れだったな、貴様のような子を、いやあとちょっと、じゃあとちょっとだったけどな、取り込む価値もない、失せろ、え結局どうなんのこれ技覚えたけどなんか無理ですって感じだな、一回もうこれはあるんで、最高族の長に報告する、何を報告すんの負けました私たちはっていう感じかな、いやでもさ、地層さえミスらなければもう絶対勝てたっぽくない絶対勝てたっぽくないも微妙だけど、いや地層はマジでしくじったわ、覚えた、今回マジで勉強になった、おかげさまで鳥羽の町との交易が再開されました、マジで命かけたからね、物資も手に入り村にも活気が戻っています、見逃してくれなかったら死んでたってことだから、なんと、あ、これでもあれか、絶対いるのかな、負け入れか、ほぼあれ倒しても結局もう一回進化してみたいな、他のモンスターを吸収している存在がいると聞いたことがあります、なぜそのような行動をとっているのかは分かりません、我々のような弱い人間には興味がないようですが、何にせよ交易路から立ち去ってくれてよかったです、そういえば陛下は領地を広げるために旅をされているとか、ムーと共に暮らしている我々の仲間がこの南に滞在しています、彼らなら氷海へのルートを知っているでしょう、また鳥羽との交易で海の主の声が聞こえるという珍しい道具を手に入れました、興味があればいつでも声をかけてください、売りつけられんだろどうせ、チェイユダンダークを倒す、珍しい貝1000キロ、あ、安い、買おうで、どうなってる、めちゃくちゃ BP 減ってんじゃん、一回寝よう、鳥羽には行けるようになったのかな、いやでもちょっと南の洞窟というか最後族を仲間にするイベントはこの皇帝の代でやっておきたい、もうダグラスは滅びます、すいませんトーマ君、君の命は無駄にするよ、あれこれ何だ、どうなってんだ、ねじれた角だけ回収しよう、なんか復活してんな、ここが最後族、東のダンジョン、宝箱結局1個分かんなかったし、でトバあるんだ一応、でムーの越冬地行こう、ここはそんなに広くないから、まあ宝箱ちょっと回収して、ずっともうインペリアルクロスできてるからな、やっぱオートパリーがマジで強え、さじゃあ話していきますか、最後族の村長からこの場所を聞いたのかな、ムーと暮らしている、まあ、行ったり来たりしてるからね、今はこっちに来てますと、結構広めの感じでマップを取ってるな、この穴にいるのか、氷を渡ってお家に帰る時期、出発できない、ムーたち持ちつかない、族長と話す、宝箱はなかった、俺は宝箱が欲しいんだ、一個あった、もらってくぞ、いやもらってくぞって別にこいつらのものじゃないだろ、移動しながら暮らしてんだから、こいつらが移動したところにたまたま宝箱があった、そしてそれを俺がもらっていく、
それだけのことだ。物はないね。でこいつは族長。なんか裏にあるけど行けん。こっちからか。話すだけ話すか。ちょっと入ってみます。あ、先生全然分かんなかったわ。なんだって思った。じゃあ族長に話しますか。族長？こいつどういう立場なんだ？いつもならムーたちがナゼール海峡へ移動を始める時期なのですが。海峡に通じる道の間にモンスターの住処ができてしまい、なかなか動き始めません。このままではナゼール海峡の氷が溶けて南に渡れなくなってしまいます。よし、手助けしよう。おお、確かにあなたたちは強そうだ。あなた方ならドラゴンでも倒せるでしょう。倒せねえ。ではよろしく頼みます。これ聞いてさ、ドラゴンがいいのかマジで思ったからね。南です。その南の洞窟にドラゴンが住み着いててなんか行けなくなってるってマジで解釈したからね最初。で行ってみたら全然ドラゴンとか関係ねえしっていう。で宝箱あと1個一応探そう。あるか。いや、ないな。そんな貴重なものは入ってないかな。一応こっちも見ておこう。ここは宿屋でしょ。さっき寝たばっかりだから大丈夫なはず。まあ一周さーっと見て、まあわからん。裏から見るとまたこうやってねアイテムのありかが違って見えるからな。セーブだけしていきますか。よし、こっちから出ていいんだ。南の洞窟、ここにね、まあ、オリジナル版っていうか、オリジナル版でスプラッシャーがあるんだよね。かなり強い剣。またキモいやつらばっかだな本当に。ここは左のドラゴンの骨みたいなやつ強そうだし。南のダンジョン攻略する、まあ、そのまんまだな。宝箱何個だったっけ。4つ。まあこれはもうマップ見ないとちょっと無理だな。普通に全部回収するのは時間がかかりすぎるし、しかとしよう。こっちか、いけるの。いける。ちょっと待って待って、誰。年寄り骨わからんぞ。行くぞ。こいつはどう考えても打撃に弱いしよ。タイヤボード弱そう。こんなだと。あ、で、それと俺の十字に。こんな、俺が行くぜ。あー、だったら剣の方がいいよな。でもさ、チャージって炎ついてんだよ。そうだ。こんな。パーリー、あれさもパーリーできるんだ。ライトボール。よし、右倒した。ライトボールもめちゃくちゃ弱い。火力がなさすぎる。まだまだ負けてはおりません。おい、待て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 、うぜえこいつら。太陽、いやデタラメは無理だな。太陽光線、これどうせ太陽光線効かない。私の番か。こっちもちょっと技を覚えすぎてさ、すぐ技を覚えらんねえんだけど。そんな、さすがにダイナマイトとか食らうな。もらえてこない。はい、ポン。お任せを。こっちだ。火力高いからパンチのチャージ使ってくる。まあこんなもんか。野獣の爪。こういうちょっと入り組んでるところはより分かんないな。上から見るとね、あそこに宝箱あるとかってなるかもしんないけど、
こいつちょっと後ろ取っとくか。油断大敵なんてね。リザードマンはプラズマスラスト効かないか。効かない。踏みつけとか呼べえかな、マジで。ファイアボールも効かないかな。ハロウィン、ファイアボールボン効いた。どこかしら、うん、パンチは、パンチは多分上じゃない。槍が効くから月が効くんだ、こいつらは。剣も効かない。いや、食らう。ライトボールは食らえすぎなった。いや、やばい、短冊どうだな。やばい、つむじ風強えんだけど。いいぞ、使うか。始めるぞ。ちょっと死人が出そうだな。止めた。帝国に勝利。こういうところはまあ割とさささささっとクリアしたいところではあるんだけどな。切れるか。よし、切れた。弓に弱いんだ。あいつが弓に弱いのか。いや、もう電車が弱すぎる。でロッククラッシュはめちゃくちゃ強い。こいつ気弾効きそうだな。気弾マジで強えわ。どうしてやろうか。強すぎる。楽勝だった。で何気に今回チャージも使えるな。後ろあの宝庫なんだろう。いや、なんか骨が出てきたよ。プラズマスラストどうだろうな。太陽光線、まあそうだよ、いけるよね。んー、ロックかウォーターガンって言ったら、ウォーターガンからの気弾、安定の気弾、切り落とし、ほらスタンした。十文字切り、こんな方法は私が。で、ロックだと右にやろう。で、これはさすがに弓なんか覚えてる、ガードされてるし。被弾からの切り落としはもったいないから、クレイモアです。クレイモアかっこいいよね。あれ、これクレイモアでいいんだよね。今タケノコ金、まあ金はね重要だからな。さあ始めましょう。プラズマスラットで、あ、これウィークになるんだ。倒そう、始めましょう。一体ずつ倒せるから。覚悟はできたか。で、またはめていこう。どう、効かんな。パンチ、で指、さあ、これはもうオーバードライブゲージなんだから。いい運動でしたわ。なんか武装小戦団もなんか問題終わってそうだな。次ちょっと年代ジャンプをさせない感じのムーブを取って、なんなんだよこの骨とか。これ回収しよう。ダメだ、早い。いいわよ、遊んであげる。術、ファイアボール、いや太陽光線だな。じゃあ引っ掛けてかかってるし、引っ掛けて。いや熱風とかマジ、全体攻撃もきついよな。私の番か。これはもう切断でいこう。任せろ。切り落としからのあれもなんかあるな。別に覚悟はできたか。で十文字入り、これは切ったら切った。まあ見切りはまたね、あの技スペース別だから。ここは私がで、お互い、いや、ネイプうざー。チャージ、そうだ、しっかりせん。いや、これ倒そう。再びかける、フォークスクリーン、止めた。さあ、進もうか。ん、どうなってるこれ。ちょっと待って、道が全然わからん。ここいつも引っ掛けてるけどさ、こうこうこう、どっちへ行けばいいんだ。そもそもあいつはそこ向いてるからな。どっちから来たっけ。分かんなくなっちゃった。
先生がいるってことは、この間って敵来てる、動いてるわ、動いてるな。あと一つで10個になる。あの骨とかちょっと始末しておくか。油断大敵。逮捕戦。さあ。で骨だから絶対ロックしてる。で気弾もいける。でも殴っとけだった普通に。短冊。で骨取るんじゃね。だよね。対抗戦倒そう。打ち上がり。ざっとこんなところかしら。全部弱点つけるとまあまあまあそれなりの速さだな。ちょ待って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 、なんかいる。さあ始めましょう。こいつだけ出てくるからな。ダブスピア。いやそれなりくらな。チャージでロッククラッシュからのもう連携で振っ倒そう。ウィンガーみたいなやつ。コクスリュー戦術力。こんな任せて。蹴ってきた。皇帝液を使うか。なんだかこれだ。液だ。勝負戦銃使うかな。結構消耗が激しい。敵も多いな。なんかパッと見。いや無理だ。これかわせないか。こっち引っ掛けよう、ここに。上に上がって、どういう状況これ？これいけ？意外に飛び越せられんの？いやこの、うわ、ハイドレックスが出てる。これちょっと追加で与えといて、キタンってどうなんだ？食らう300も食らうんかよ。攻撃あるのみ。切り落とし。来た。ちょっと数を減らす。こいつ何に弱いんだ。マジでわからん。とりあえず対抗戦からの気弾。ウォーターガン。あ、効かねえ。チャージ。死体が出てすまない。バイソンはまあ、まだまだあるから。だってうちの皇帝がなくなってしまった。 BP が。お、なんか覚えた。まだまだ強くなりますぞ。水舞。キャー、ちょっと待って、霧がフリーは。あ、そっか、これ満タンになっても変えますかみたいなのが出るから、別に満タンになってても、ね、気にしないで皇帝使おう。今のところ回復させたいの皇帝だけだからな。で、ジャンプのジャンプの待て。で、太陽光線の始めましょう。ロック。で、チャージだな。我慢比べなら負けんぞ。太陽光線。もうなんかいろんなの使う暇がなくなってきたな。その場にあっったものを使っていけば必然的に。ちょっと打ち。私の番溜まっていくよ。いいぞ、これだ。ショートカウンター。ほら強。これロックなしでいけるっしょ。向こうって何？なんで向こうなの？めちゃくちゃ強い。覚悟はできたか。たまったな。ちょいジョルトカウンターでカウンターいらなくね、普通に考えて。どうなってるこれ。俺は今どこへ行ってるんだ。戻ってきたっぽくね。上から行かないと先へ進めないとかあんのかな。ここに引っ掛ければなんとかなっかんな。
宝箱の捜索はちょっとあれかな、また落ち着いた時にあれだけ回収してえな、守ってんな、気づかれたな。いやでもクールクールしてここに引っ掛けよう。さあなんかいいものっぽいぞ、金剛石、まあ普通金剛石の何か雪を追っかけてきた。あそこにもあれ、マジでなんだ、超気になる、上から行くやつか、あれだけ回収したい、行きたいです。なんか変なやつが守ってるし、え何これマジでどうやって行くの、あそこにもある目の前の宝箱に飛びつく、上がったスプラッシャー、これ俺欲しかったのこれよ。攻撃力19ね、鋼鉄の剣がで、スプラッシャーは26、いいね、めちゃくちゃ強くなったよ。そしてその洗礼を受けた。さあ始めましょう。プラズマスラストどうなの、痛いね、狙ってこう、始めましょう。いい対処どこないか、ちょっともったいない使い方しちゃったな。1体ずつは倒したかったよな。任せろ。さあ、こいつはレジストされるんだ。まだいたの、いやもうゴリ押し、まあこんなもんか。あ、死んでても別にレベル上がるからね、それは嬉しい。ちょい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 、待って待って待って、で結局また下に降りてきちゃったから分かんねえわ、最初のとこに来たなこれ。はやここ引っ掛けて、いや無理だ、えどうなってる、上行かなきゃ、であの超スーパー謎の宝箱取りたいんだけどな、こっちから行くか、倒そう。さあかかってこい、うわっいいぞ、ここは私が決まりました。いや食らうな、私の番だな、ひらめいた、分子分解、あこれスプラッシャー用のはずだよ、即死耐性とかそうだな、お任せを、どうも膨らしていかないな、てかポラリスのさ武器ちょっとなんか調達してあげないと、500だいぶ強くなってますやっぱり。でここに行ったらスプラッシュがあったのは、スプラッシャーがかなりでかい、ここはコース近いからな、始めましょう。取っときたい気もするんだけど、いいわいいぞ、死ぬぞこれ、あ耐えた、さあ、うん、あ死ぬ、はい死んだ、まあまあ大丈夫です大丈夫です、最近死を恐れなくなってきた、あチャージ用の意味がなくなる、こんなもんか、これ取れたな、あ金だ、これでこれじゃなくて、オッケーオッケーオッケー、であとはもうちょっと、このダンジョンはオッケーです、先生も見つけてスプラッシャーも取って、宝箱も全回収したから、おいいねいいね、理想の形だ。さあこれでセーブをして、いやでもダンタークとさあそこまで渡り合えたんだから、もうこんななんかよくわかんねえ雑魚っぽいやつなんて恐るるに足らずよ、3匹で来ようと、いいわよ、遊んであげる、遊んでやろう、太陽光線、まず弱点を探し出さないとな、ロッククラッシュ、あまずこれだな、 OK、やばいやばい、ちゃんと回復はしないと、回復はしないと死んでしまうかな、自分で回復できるとき周期法でいこう、
じゃあこいつパリありか、またパリ戦法数が多いだろ。よしパリ、俺が行くぜ。切り落としがなんかめっちゃいいな。受けてみな、任せて。で結構でジェイソンだな。いや高級薬補充してねえわ。で6フラッシュがかなりいくから、よしパリ、麻痺しなければ OK。 どうだこれ、キラは無理か。切り落とし覚えたい。来た水上剣、痛いです。まあまあ、パリ数減らすまでパリだな。パリしつつ回復お任せを。でロックラッシュの、よし一体倒した。でダイナマイトちゃんは自分で回復。おお隠しといてよかった。水中剣水なんだ、横だね。まだなんか覚える余地があるな。槍も覚える余地がある。切り落としでちょっとスタントで我慢比べなら負けんぞ。でこっちどうする。さすがにもうファイナルストライクはないから分子分解は効かないだろう。みじん切りダメージのブレが大きいですね。まあ、1回以外の、あ55とか普通にあったわ。でダイナマイト回復させてジェイス食らったシールだ、さすが。で生命の水、で回復量なかなかいいですね。そばとかなんか覚えられんな。槍もなんか覚えられちゃ覚えられるんだよな。だし死んだ、死なない。でこいつも健康液だけか。さっきのダンタン戦を経験してるから割とこう技覚えようみたいなのに余裕がある。あ感電症もいけんじゃん。行くぞそばっと。蹴り系がなんか覚えるのかな。ちょっと一回使おう。みじん突き倒してろ。一体だったら、まあ、回復しながらで全然いけるでしょ。ありがとよ。覚えないかな、覚えないかな。回復さすが。オートパリーすげえな。お前速拳いいじゃない。あ串刺しは2人か。まあそろそろ終わるな。これで終わり。いやダンタークに比べれば全然だよ。まあいい経験値にさせてもらったよ。技も覚えたし。で音速剣はまあさすがにね取っといて、これ多分もう年代ジャンプするからこれでいいでしょう。で帰ろう、速攻で帰ろう。でここで制圧して工程が変わってカンバーランドは滅びます。ありがとうございます。お役に立てることがあったらいつでも声をかけてください。我々はナゼール海峡の向こうに移動します。ここにいないときはあちらにいますから。めっちゃムーに囲まれてる。見届けるってなんやねん。ナゼール海峡に行けってこと。見届けようでは一緒にナゼール海峡渡んなきゃダメ。ここの氷ゾーンがどうなってるかだな。先生がいる。これででも10個目だ。イエーイ。これ金何マジで。収入は 20% かなりでかいな。じゃあちょっとここもやんなきゃダメ。やるかちょっと今回長くなりそうだけどしょうがない。めっちゃ滑る。まアイテムとかはあるんだっけ。4個もあんのかよ。あ取りたい。これ無理だ、登れない。敵はちょっとオールシカットでいこう。無視。あそこ引っかかるな。ちょっと
どっちから行く？こっちから行こう。ここなるべく引っかかんない感じで。敵のいないところ、いないところ。あそこに宝箱ある。あれは回収いけるか。いけそうだ。ジャンプ。まあ1個回収しよう。マジックハット。あ、ちょっと待って、多少は抗えんな。素材はどうなんだろうな、まあ、たまに足りなくなるからな。あ、あそこに宝箱が見える。これどうやって、このままジャンプでいける？いや無理か。あ、無理だな。どうやって帰るんだ。こっちからか。で裏から行く感じか。でついでに出れんな。まあ未回収の宝箱はちょっと、え、あ、こうやって行くのね。あれ、さっきの宝箱じゃなくね。さっきの宝箱だった。ダイヤモンド出すと。やった、こんなとこにあった。光と水か。まあまあまあ鍛えてあるからな。光と水で、この合成術もちょっと加味して術持たせないといけないね。相反するものは使えないから。ホーリーオーダーとか光と水なんて相性良さそうだね。でこれでムーの住処、氷塊、宝箱は見える。こいつらこれごと移動してきたの、あの地帯を。すごくないか。ここ別に来ようと思えばいつでも来れっから、まあ先に話しちゃおう。ありがとうございます。陛下のお力でナゼール海峡の移動がなんとか間に合いました。しばらくはこちらに滞在しますが、またナゼール海峡を越え越冬地へ移動します。最後族の助けが必要でしたらいつでも声をかけてください。喜んで陛下の力になります。よし、これで最後族との間に強い信頼関係が生まれ、ナゼールの、帝国領土を広げたと。新たな力を得た。三連携解放。よしよしよし。二連携を行うと次の連携で三連携を発動できます。現在の連携数は次のバトルに引き継がれません。165年後。だいぶ年代経ったな。結構戦闘してるからな。さあどうする。まあ、最悪退位させればいいからな。え、なんか人形もらえるやつがいいんだけど、どうしよう。武装商船団行きたいから、ちょっとフリーファイターシーシアス君を皇帝にしよう。第次何代忘れちゃった。速攻で死んだやつが一人いるかな。第3代皇帝が速攻で死んだから、今第5代皇帝か。受け継ごう歴歴の皇帝の力と記憶を。ついてこい。いけいけ系だね。カンバーランドは内乱後、大臣のサイフリートが実権を握りましたが、まあそうだね、反抗勢力が活動するなど問題を抱えております。その反抗勢力のリーダーが、内乱はサイフリートのクーデターであるとして陛下に助けを求めております。これもほっとくとどうなんだ。カンバーランドに向かい、反抗勢力の話を聞いてみてはいかがでしょうか。いや先にね、やりたいことがいっぱいあるんですよ。申し訳ない。全然ダグラスへ向かうのあれを全くやってないからな。フリーファイター新たな陣形習得可能となりました。え、フリーファイターもあんの。鍛冶屋レベル2。よし、あ、まだあるか。ミラマー、そのミラマーも寄ってねえな。まあまあ武装商船団行くんで次はミラマー行きます。まあ、ただ行けるところはちょっと押さえておきたいよねということで、では次回は皇帝だね、シーシアスか、フリーファイターですね、やっていきたいと思います。またちょっと戦力というか編成は整えてから次回やっていきます。
ちょっとダンタークはねかなり予定外でしたけど、まあまあまあちょっとイベントっぽかったんで、まあ、負けてもよしとしましょう。結構立ち向かえたと思うんでね、地層覚えたね、地層はだいぶ勉強になりました。ダンターク戦で気をつけていきましょう。というわけで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。